お葬式はその規模が大事なのではないというふうに俺は思ってて、だから家族葬は家族葬でも別にいいです。ね、1000人用の2000人用の大葬儀でも別にいいんです。お金をかけようが、お金をなるべくかけないようにしようが、そこじゃない大事なのは。だって今その規模とかお金の度合いとかいうのはこちら側の問題だよ。いわゆるまだ生きてる側の都合で全部。葬式っていうのはやっぱ死んだ方の都合なんで。だって誰かが死なないと葬式はしないわけなんですよ。もしくはあのお墓も何個あってもいいわけじゃないですか、うん、お葬式も何回やってもいいですか。何回やってもいい。例えば家庭の事情で、うん、まあ一般的なところでやらなあかんと、うん、でこっそりこっちで、うん、そうそうそう、そんなもありますか。あるある、戒厳と一緒だよね。あ、うちの信者さんは非常に昔から多いけど、まあ檀家さん、檀家寺さんとの付き合いがあるので、まあ、一応檀家寺の住職に一応戒厳みたいなことを頼まないかんのでって、それはそれでやってもらって、本ちゃんの戒厳はうちでやる。じゃあ皆さんうちで。じゃあ昔から多いです。それはやっぱり大僧正のやっぱ普段のこの法要とか見てると、うちの坊さんじゃ無理だって思うんだよ。ただお葬式と普通の供養の法要の違いは、引導を渡すというところがあるんですよ。葬式の中に引導、禅宗系のお寺さんは必ず引導をやりますね。知ってる？引導ってカーッっていうやつだよ。一括って言うんですよ。一括、引導を渡すって言うんですけど、両方ともなんか普通によく使うじゃないですか。あ、じゃあカツ入れたろうかとかさ、ちょっと一括しとくねとか、悪い意味で使われるんですけど、本来一括っていうのはこの世との執着を断ち切って極楽浄土へと送り届ける、まあこの因縁を切ってね、そのためのとても重要な儀式、それが引導。だから俺が引導を渡してやるとかって言ったりするでしょ。そうそう、うん、だからね、今そのどんどん簡略化していってる葬儀、小さく小さくしていってる葬儀に、まあ俺は異を唱えたいわけです。で、お金をかければいいという問題ではない。大きければいいという問題でもありません、葬儀は。まさに今亡くなった方がありがたいな、本当によくしてもらってよかったと言って旅立ってもらえる、その気持ちが十分伝わってくる葬儀、そこを目指したい。内容です、早い話が。内容。